全員受けてます。大枠で言うと3種類の選手がいるんですよ、はい、契約体系は。おだ、はい、一番下のランク、はい、予算が決められてて、でその予算内だったらしてくれます。で予算超えると自腹です。バットとかは年間何本って決められてて、はい、でそれを超えちゃうと、まあ、安くはなるんですよ。でその次のランクが用具提供っていうその契約の仕方で、お金はもらえないです、メーカーから。やっぱ道具はもらえます。これ、まあ、これが一番スタンダードですね。道具はあの、まあ、使い放題というか、そう、まあ、提供受け放題ってことです。で一番最グレードが、はい、お金もくれて道具も無限。お金もらえるんですね。そうだから基本的に分かりやすいのは、はい、そのメーカーのカタログに、はい、里崎仕様とかのミッド、はい、バットとか、そういうメーカーのカレンダー、はい、メーカーのカタログに乗る選手はお金もらってます。